皆さんこんばんは、ウエです。久しぶりにゲーム配信やっていこうと思います。じゃあ、ライフイズストレンジですね。続きやっていきます。じゃあ、サナギが終わったんや。次は、やばい。なんで？時間切れ。うわ。最悪ああなってしまうよってことか。なるほどね。前回のライフイズストレンジでは。ふざけんなよ、離れろ！うわ、もう。何これ、それとも何かやましいことでもあるのか。言いなさい。ねえビクトリア、言ってくれる。俺は分かっているんだぞ。はいはい、あったな。黙ってないで、なんとか言え。やめて、お願い、誰にも言わないでね。当たり前だろ、大丈夫、話して。ちょっといた、やめてよ。マックス、クロエ、クロエ、ほんと久しぶりだね。クロエ、おかえりマックス。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。半年前に突然姿を消した。私にも言わずに一人で。何かあったんだ。おい、なんだこれは。質問に答えろ、命令だ。違うの、聞いて。また見えたの。街が大きな竜巻に襲われる。マックス、マックス、信じるよ。ライフイズストレンジはあなたの選択肢で過去、現在、未来がかかります。慎重に選びましょう。そう、ちょっと。目覚ましよっと。起きろ。エミックス全然違うってことなのかな。いやでもさっきクロエおったもんな、電車のところで。なんか全然違うゲームみたいな。エピソード2、時間切れ。マックスですね。ひよこが3匹ですね。超能力があっても体は汚れる。シャワーが必要だね。はい、シャワー行きます。子供の頃を思い出すな。やっぱり綺麗に整えられているベッドが好き。そう、ママのしつけのおかげだね。マックスメモリアルフォトウォール。写真行くか。写真ちゃおう、風呂行くか。シャワー浴びるんちゃうの。シャワー用品持っていこう。あるよ。よし、シャワーに行こう。服は？お洋服さん、お目覚めいかが。今日はグッチのシャ、この先腕時計することあるかな。どんな腕時計。遅くとも今晩までには持ってきてよ。頼んだからね、ちゃんとしてよ。大丈夫よビクトリア、テストと宿題は
午後までにちゃんと持ってくるから任せておいて。あ、これあぶね、うん、当たるやんけ。先ほどだった。ケイト。ケイトは目いってる。デイビッドには二度と彼女に近づいてほしくて。ケイト元気？見えそうな、見えそうな。うん、なんとか。昨日はありがとうね。おかげで助かったよ。もちろん、あいつひどいよね。あの人だけじゃないよ。ひどすぎ。ところで、10月は黄昏の国貸してたよね。うん、読んだよ。すごく面白い。ブラッドベリーは詩人でもあるよね。ほんまに読んだんか。あとで部屋まで持ってきてくれる？授業のために必要なんだ。もちろん、あとで届ける。入浴しんちゃん。おーい、そのまま見たらあれ、ちょっとなんかまだおったから怖いな。やばいやばいやばい、なんかしそう。何？うわー。何してるの？別に。へえ、そう。動画見たけど、お楽しみだったみたいね。めっちゃキモいやん、こいつら。だから、あれは違うの。よく言うわね。あ、ちょ。照れないの。本当はあんなに大胆なんだから。いつか、後悔するわよ。あらら、後悔してるのはあなたでしょ？自業自得よ。ほんと。きっと姉さんから特別なやつをもらったんでしょ？間違いないね。嘘。まだ顔にペンキがついてる。マックスのやつ、写真まで撮りやがって。思い知らせてやらなきゃ。やめろ。マックスまだ出るなよ。あいつ、ほんと最低。私がコンテストで優勝するのを妬んでんのよ。マークじゃない、ジェファソン先生はマックスなんて眼中にないわ。ほっとけほっとけ、こんなやつら。あのカメラダッサいしね。うわ、私嫌い、あの自分は違うのみたいな態度。さて、みんなのために動画のリンクを残してあげなくちゃ。ウケるんだけど、マジ最高。てか後ろにもしかしたらっていうの考えへんのかな。よし、消さないと。消してあげよう。着替えてケイトに本を返しに行かないと。そうそう、消せ消せ消せ。これで少しでも動画を見る人を減らせる。じゃ、もっと綺麗に。え？水は濃いお茶と同じくらい眠気覚ましになるよね。ちょっと水。ごめん、忘れてた。こないだの予防接種は何も予防しなかったし、もういいよ。ちょっと、いや、よかったんちゃう？今消したの。あ、本持っていかないと。ちゃんと覚えてんぞ。ケイトの部屋に、ケイトの部屋はどこへ？そうそうそう、汚い部屋やな。ちょっと何これ。は？ブラックウェルまで来てなんでこんな目に。これ私が片付けるの？
その前にケイトの本か。エッグ、めっちゃキモいよ。姉さんの復讐だ。クロエも校長先生には言うなって言って。ある意味アートかも。いやいや、これを認めるわけにはいかない。めっちゃキモ。誰やねん。あ、姉さんか。てか、とりあえず片付けよう。歩かれへんやっけ。やっぱり片付いている部屋はいいよね。散らかってるけど、ここにはない。何もなし。あ、あった。もうケイトの本がジュースまみれ。何しとんねん。早く何とかしないと。これ以上ケイトの問題を増やしたくない。動かしてから。立ち去れ邪悪なジュースよ。そう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 、これね、取るんや。こいつめ、手こずらせてくれちゃって。グッド、なんかグッドっぽくない今の音楽。てるるるんってこの中に実話に基づいた映画ってあったっけ。え、今本あったんちゃうの。え、またパパと一緒にホッケーの試合を見に行きたいな。この先腕時計することあるかな。この中に実話に基づいた映画ってあったっけ。え、ああ返そうか。出る前に着替えないと。あ、着替えよう。なんかグッチの服じゃん。シャツとジーンズでいいよね。アインシュタインだって毎日同じスーツだったって言うし、時間を巻き戻せないのにだよ。よし、じゃあこれで約束の時間までにケイトの本を返しに行けると言っても、時間の心配は必要ないか。今や世界中の時間は私のもの。これなんか鍵閉めていけばいいな。非通知番号から。誰やねん。今度は匿名の脅迫？もう勘弁してよ。ケイト、いる？うん、入って、マックス。大丈夫か？かわいそう。ケイト相当落ち込んでるよ。話そう。ケイト、本を持ってきたよ。マックス、なぜ昨日デイビッドから助けてくれたの？弱い者いじめは嫌いなの。弱い者いじめは嫌いだから、デイビッドはおかしいよ。あんな人だとは知らなくて。でもマックスが来てくれてよかった。私はケイトの味方だよ。で、デイビッドとは何があったの？その、勘違いされてるの。私がボルテックスクラブのメンバーだと思い込んでる。どうして？どうしてだろう。動画を見たからでしょ。もう誰とも顔を合わせたくないよ。辛いとは思うけど、動画のことを話してくれたら助けになれるかも。ボルテックスクラブのパーティーに行ったらいつの間にか大勢とキスしてた。でもその間の記憶がないの。ひどい。ひどい。でも、なぜそんなことに？長い話だよ。自分でも整理がついてないし。それだけじゃわからないよ。髪の毛多いな。パーティーで何があったの？お酒は？神に誓って赤ワインを一口だけ。あとはお水。薬入れてたな。本当に？本当に一口だけ？教会でもワインを飲むけど、あんな風になったことなんてないから。薬を飲まされたとか。確かに吐き気とめまいがしたのは覚えてる。それで姉さんが病院に連れて行くって言って。
ネイサン・プレスコット。ネイサン・プレスコット、いつもと違って優しい感じだったの。想像すらできないよ。それで？とにかく長い間車に乗ってた。え？目が覚めたらどこかの部屋で、白くて明るかったから病院だと思って。うん。その後は？誰かが優しく私に話しかけてきて、最初は医者かと思った。そしたら姉さんの声がして、首筋に針が刺さるのを感じて。薬。それで。それで？それで？覚えてるのはそれだけ。あとはわからない。起きたら部屋の前で、体にあざとかはなかったけど、すごく気分が悪かった。パーティーの動画は？誰が撮ったの？知らないよ。ビクトリアかも。そこにいたし、やりかねないし。またいつか。辛かったね、ケイト。でも、これは大変な事件だよ。どうやったら動画を消せる？もう拡散してるけど、教会に見られたらどうしよう。どうしたらいいの？一緒に考えよう。また後で連絡するから。ね。ありがとう。本はカバンのところに置いといて。なんか急にさらっとしたな。何？マックス、一つ聞いてもいい？正直に答えて。うん、もちろん。何？姉さんに解放されたのか、ひどいことされたのか確かめたいの。警察に行くべき？うわー、これマジか。警察に行ったら事件になる。証拠を探す。また。一緒に探そう。いや、でも時間かかるか。いや、どうしよう。証拠を探す。自分たちで探そう。警察に行っても信じてもらえないよ。多分、動画の内容からして、主張は受け入れてもらえないと思う。でもあれは薬で。それを証明しなきゃならないの。警察や学校は動画を見てどう思う？ケイトが不利になるだけだよ。もう絶望的ってこと？違うよ。ただこれ以上ケイトに傷ついてほしくないだけ。つまりどうしようもない。それが答えなの？待つべきだと思う。別の方法があるかもしれないし。じゃあ何？それまではみんなにビッチ呼ばわりされてればいいの？もういいよ。戻られん。何してるんだか、まるでケイトの力にはなれなかった。戻れ戻れ。でももっと証拠を集めないと。あれ？ここでは止められない。あれ、これ戻られへんってこと？こっから。地獄行きが書いてないだけマシ。何の写真撮る？しっかりやった。アリッサやステラと付き合いがあったなんて知らなかった。まあ一旦これで、次は警察に行くべき。本を持ってきたよ。マックス、なぜ昨日デイビッドから助けてくれたの？弱い者いじめは嫌いなの。
弱い者いじめは嫌いだから、デイビッドはおかしいよ。あんな人だとは知らなくて。でもマックスが来てくれてよかった。私はケイトの味方だよ。これスキップしたらあれやもんな、最初のところは言ってまうもんな。デイビッドとは何があったの？その、勘違いされてるの。私がボルテックスクラブのメンバーだと思い込んでる。どうして？どうしてだろう。動画を見たからでしょ。もう誰とも顔を合わせたくないよ。辛いとは思うけど、動画のことを話してくれたら助けになれるかも。ボルテックスクラブのパーティーに行ったら、いつの間にか大勢とキスしてた。でもその間の記憶がないの。ひどい。ひどい。でもなぜそんなことに？長い話だよ。自分でも整理がついてないし。それだけじゃわからないよ。パーティーで何があったの？したらどうなんだろう。お酒は？どこまでスキップする？神に誓って赤ワインを一口だけ。一回しようか。本当に？本当に一口だけ？教会でも薬を飲まされたとか。確かに。それで？姉さんが病院に連れて行くって言って。姉さん。ネイサン・プレスコット。いつもと違って想像すらできないよ。それで？とにかく長い間車に乗ってた。そう、それやな。目が覚めたらどこかの部屋で、白くて明るかったから病院だと思って。うん。その後は？誰かが優しく私に話しかけてきて、最初は医者かと思った。そしたらネイサンの声がして、首筋に針が。それで？それで？覚えてるのはそれだけ。パーティーの動画は？誰が撮ったの？知らないよ。ビクトリアかも。警察。そこにいたし、やりかねないし。つらかったね。どうやったら動画を消せる？もう拡散してるけど。一緒に考えよう。また後で連絡するから。ね。ありがとう。本はカバンのところに置いといて。なんか一気に人が変わったような感じ。え？なんで？あ、コメントか。マックス、一つ聞いてもいい？正直に答えて。うん、もちろん。何？姉さんに解放されたのか、ひどいことされたのか確かめたいの。警察に行くべき？いや、ちょっと変えてみよう。警察に行く。うん、絶対に警察に行くべき。私はケイトの言葉を全部信じるから。姉さんは本当にヤバいよ。ありがとう、マックス。警察に話してみる。ウェルズ校長にも。マックスが証人になればきっと対応してくれるはず。証人？うん、ケイトのことは信じてるけど、警察や学校からしたら私たちは世間知らずのお子様だし、もっと慎重になった方がいいと思う。なんで？何に対して？ほら、プレスコット家は影響力があるから、裏目に出たらまずいと思って。もちろん姉さんは報いを受けるべきだし、許せないけど。あれ、結局どういうこと？結局無理だかい。ちょっとよく考えて。警察と校長に知らせるってことは、あの脅迫文もバレる。これで警察沙汰に巻き込まれるのは確定ね。うわ、そう考えると自分たちで探そう。ちょっとすいません、もう一回やり直します。戻って戻っていい。あれ？よし、これで何回でも戻れるからな。
こんな可愛いウサギ初めて。ケイトはいいお母さんだろうな。よしよし。ケイト、本を持ってきたよ。マックス。これはもう、この子は全部いい。私は、その、勘違いされてる。動画を見た、もう誰とも顔を合わせたくないよ。辛いとは。ボルテックスクラブのパーティーに。ひどい。それだけじゃ、神に誓って。本教会でも、くそ、確かに。それで姉さんがびね、いつ想像、うん、誰かが休む。それで思ば知らん、つらかった。どうやったらどう、一緒に考えよう。本置いといてやろう。ちょっと証拠探そう。こっちにしよう。これで終わろう。警察に行っても信じてもらえないよ。多分動画の内容からして主張は受け入れてもらえないと思う。でもあれは薬で、それを証明しなきゃならないの。警察や学校は動画を見てどう思う？ケイトが不利になるだけだよ。もう絶望的ってこと？違うよ。ただこれ以上ケイトに傷ついてほしくないだけ。つまりどうしようもない、それが答えなの？待つべきだと思う。別の方法があるかもしれないし。じゃあ何？それまではみんなにビッチ呼ばわりされてればいいの？なんやこいつ。行くぞとはいかんけど。ケイトの絵は子供の絵本にぴっ。なぜ鏡を覆ってしまったんだろう。自分を見られない？いろんなことがあったけど、クロエとまた会えてよかった。昔と全然変わらない。バスに乗ってダイナーへ行こう。またなんか書かれてるの。バス乗っていくぞ。なんか男の子ある。一応資料ってのも怖いもんやな。サミュエル、早起きですね。ああ、おはよう、マックス。早朝が好きなんだ。穏やかで静かで。動物たちも一緒に目を覚ます。それがこの町の大好きなところです。森にいるたくさんの動物たち。リスは毎朝来るんだよ。餌を探しに。ささやきが聞こえるんだ。森ではどんな動物を見たんだい？鹿。実はメス鹿を見たんです。私のことをじっと見ていて、まるで何かを訴えるように。それは君の守護動物だよ。マックスは自分のと出会えたんだ。運命の予兆かもしれないね。説得力ないか。僕の守護動物はリスだしね。大切な朝のひとときを邪魔したくないので、また後で。いつでもおいで。これいつが使おう。大切なひとときを邪魔したくないので、また後で。
一応話しとく。テイラー、何話しかけてんの？昨日ビクトリアをバカにしたくせに。ごめんなさい。まったくね。じゃあさっさとどっか行ってくれる？はいはい。でもなんであいつ一人な。じゃあ早朝になんでおるんやろな。また？キモ。おい。マックス、こっち来いよ。どっち？ウォーレン、何してるの？ああ、別に。電話を待ってるんだ。てか電話はもう出たんだけど、まあそんなことより昨日は大変だったね。ありがとう。そういえばあの時はありがとう。超かっこよかった。そのうちお礼するから。ああ期待しとくよ。ボコられた甲斐もあるってもんだね。ヒーローにでもなろうかな。ウォーレンはまさに日常ヒーローだよ。あいつに立ち向かったんだもん。でも君は俺を残して女の子と逃げたよな。いかにもパンクっぽい子だったけど、知り合い？クロエ・プライス。幼馴染のクロエ・プライス。すごく久しぶりに会ったんだ。彼女がさっそうと車で現れた時は、ほっとしたんじゃない？お買い得みたいな。それはそうと、なんで姉さんに絡まれてたんだ？関わらない方がいい。あいつは危ないから、関わらない方がいい。私はもう大丈夫だから。どうせ姉さんにはそのうち罰が当たるよ。昨日の雪といい、最近はまるでディストピアだ。そうだ、例のドライブインシアターで猿の惑星シリーズ一挙上映だって。行こうよ。やめとく。やめとく。今見ても楽しめそうにないし、むしろ逃げ出したい気分。しょうがないな、この汚らわしい人間め。デイビッドとネイさんが話してるってことは、きっとケイトのことかな。それともレイチェル？バス行かないと。やばい、これ音楽聴いたら著作権が開かねんて。うわーこれ YouTube にバレたらチャンネルバンされてしまう。やばい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 。ずっと喋っとかなあかんやん。うわーもう歯痛いのに。あー8月8日木曜日ですね。14時30分から左下の橋です。いやー嫌やな橋。痛いもん、痛そうやもんな。そしたら右下も抜かなあかんねんもんな。2週間後にお盆前は、お盆前からお盆にかけて顔がパンパンに腫れて、でお盆が終わってちょっとだったらまた顔がパンパンに腫れて、もう8月は顔パンパンっすね。パンパンですわ。もう絶対もう著作権引っかかります。なんかあんな、あそこがあれか、学校か。いや違うよな。どこ行くんや。うわ海や。なんか江ノ島みたいですね。日本でいい。なんか盗もうとするなよ、俺の宝くじで。別に興味ないわね。
億万長者になるぞ。誰も宝くじを盗まないで。時間を巻き戻さなくてもこのダイナーは昔のまんまだ。喋ってる暇はねえ。俺は億万長者だぞ。この宝くじが見えねえか。バスが来たら監禁しに行くんだよ。取ってやろうか。あの、何か困ってます？まあね、もうバスは来たのかしら。ネットの時刻表が使えないの。今バス来てん？もうすぐ来ます。私はスクールバスで来たばかりですけど、路線バスも止まるはずですよ。ああ、ほっとしたわ。この面接には遅れたくないの。バスでニューポートまで行かなきゃ、再就職の口もないなんてね。景気悪いんですか？どんなこと聞く？いいように見える？ここじゃ家賃も稼げないわ。景気悪いんですか？うまくいくといいですね。ありがとう、頑張るわ。どんなやつやねん。座ってくろよ、待つ。お、メール来た。美味しい朝食の匂いと、何これ、世界の終わりって感じ。久しぶりだね。すっかり綺麗になって元気にしてたかい、マックス。おばさん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外取り柄なんてないからね。今でも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。うちのクロエにも見習ってほしいよ。あの子ったらまた揉め事を起こしてね。知ってる。クロエが義理のお父さんにぶたれたって。そりゃクロエからしたらデイビッドは悪者だけどね。本当は違うんだよ。いい人なんだ。ただうん、おばさんが結婚した人だもんね。でもあまりクロエを責めないで。マックスが戻ってきたんだ。これでクロエも少しは落ち着くだろう。クロエなら大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。罰が当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。ウィリアムが死んで私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。あの子には友達が必要だ。ウィリアムおじさん亡くなったんだもんね。私も寂しいよ。ありがとう、マックス。思い出だけでも十分なんだよ。クロエはまだ分かってないけどね。クロエは変わった。クロエはだいぶ変わっちゃったんだね。どこまでやりゃ気が済むのか。退学、家出、タトゥー、ピアスに真っ青な髪、はあ、今は義理の父親に反抗してばかりだ。気持ちは分かるけど。クロエが何か言ってたのかい？何も。何も言わなくったってわかるよ。学校でデイビッドを見てるもん。知ってるんだね、クロエに手を挙げたこと。まったく。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。軍人か。聞いてることも。ケイト・マーシュのことも。名前は聞いたことあるけど詳しくは知らないね。お互いの仕事には口を出さないんだ。なるほど。言い争ってるところを見たから理由を知ってるかなって。探偵ごっこかい。悪いけどあんた以外で心配な子は一人だけさ。それだけで手一杯だよ。さて、肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？ベーコンオムレツ。ベーコンオムレツをずっと食べたかったの。すぐ持ってくるよ。
メニューも値段以外は昔から変わってない。入ったよ。やば。ベーコン上がるよ。美味しい朝食を待つ気分って最高。全てがデジャブみたいに感じる。これは過去？それとも今？今です。おい、ビールとベーコン頼むよ。ここはダイナーだ、バーじゃない。酒ないのか？もう十分飲んだようだね、ベーコン。笑える落書き。ウォーレンが来たんだ。やっぱコーヒーはブラックじゃなきゃ。お腹の鳴る音が響いてるよ。さあ、お食べ。サンキュー。近よだれが出そう。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。あら、噂をすればクロエが来た。感動の再会は済んだ。またただ飯を食べに来たのかい。あんたのつけだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。バカ言わないで。クロエを助けに戻ってきてくれたんだ。サービスしとくよ。余計なお世話だよ。昨日の今日でよく言うよ、この子は。また始まったよ。もう軍曹とママのダブル説教は聞き飽きた。嫌ならその呼び方をやめな。あんたはベーコン1枚で十分ね。なんでだよ。二人とも変わらないね。もううんざりだよ。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、力のことを教えてくれよ。教えるも何も、あの巨大な竜巻を見た理由だってわかんないし。だからあれは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよくわかんなくて。とにかくやってみてって。ほら。じゃあクロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。投資までできるのか。何でもありだな。いいよ、やってみて。車のキー。車のキー。簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ。ドクロ。パンク少女っぽいドクロのキーホルダーかな。おいおい、惜しくもないぞ。外しちゃった。それじゃあ種明かしにポケットの中身を見せてやるよ。まったく全然ダメじゃん。ちょっと信じてたのにさ。よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。パンダのキー、タバコ、コイン。なんこれ。ああ、あれか。中金ね。それじゃあポケットの中身を当ててみせるよ。オッケー、いつでもどうぞ。バツ。駐車違反の切符。さすがだな。じゃあ、うわ、切符を切られた時刻は9時43分10時34分午前10時34分。やるね、大当たり。はい、なかなかやるね。でもまぐれの可能性もある。タバコ。ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。じゃあ本数はわかる？7本かな。うわ、6から7。7。7本ある。タバコの本数がわかる能力、面白い。すごいじゃん。
他には何が入ってる？車のキー。車のキー。簡単すぎるだろう。パンダ、パンダ。パンダだよ。バーカ。可愛いロボットパンダのキーホルダー。当たり、やるじゃん。結構悪運が強いんだな。他には？お金。お金かな？そりゃいくらかはね。金額は？いやいや、わかるわけねえやろ。82セント。大外れ。うわー、それじゃ種明かしにポケットの中。もうまた？よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。これ何セントやねんこれ。ほんでは？どうやって見んの？1セント効果5セント効果1クォーター1セント。え？クォーターってなんだ？25。25、30、35、40、46？ ん？え？1セント。多分、右上の銀が25やろ？で、この赤、白いのが5か。大きいもんな。5。で、30、35、40、46って当たっけ？じゃ、これは1、2、3、4、30、55。いや、46の。あ、ちょ。よし、バッチリ覚えた。時間を戻して、クロエを驚かせよう。やばい。それじゃ、オッケー。お金かな？そりゃいくらかはね。金額は？25セント。残念。それじゃ種明かしに。ポケ。これ何セントなん結局？よく分からへんけど。よし、一個ずつよく見て。よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。じゃあもうあれか、87か。あ、じゃあ1セントって書いてるやん。1、2、3、4、5、6。75。86やな。ん？ 75 やろ。で、86や。バッチリ覚えた。時間を戻してクロエを驚かせよう。それ86です。お金。そりゃいくらかはね。86セント。どうだ、お金持ちだろ。やるな。次は？ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそう。7本。タバコの、すごいじゃん。車のキーか。パンダか。結構開くん。駐車違反。さす。10時34分。午前10。やるね。どうだ、すごいだろう。マジかよ、首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。本当なんだの？クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。長いな。何分やってんの？50分やってる。料理はどうだい？昔より美味しい。
そりゃあよかったよ。ちょっと一旦ここで終わろうしてたんだけど、長すぎ。すごいな。にしてもさっきのはやばかった。もっと見せてよ。明らかに超能力って感じのさ。未来を予言してあげる。マジかよ。これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ。クロエをびっくりさせてやるんだ。おっと、またマグを割ったのかい。まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。どういうこと。戻ってきたな。